皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。はい、今日はね、いつもとちょっと画角が違うんですけど、今日は作業しながら、今週も来ました土曜日、来週のスケジュールの発表していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、まずね、来週のスケジュールちょっと簡単にちょっとご説明しようかなと思います。で、来週なんですけど、ハウス作業を主にやっていきます。まあ、今まで育苗ハウスのね、親株からの切り離し作業とかやってたんですけど、来週は定植するハウスの作業をしていきます。今までね、定植するハウスの方は土壌消毒で水を入れてたんで、ちょっとね、放置、2週間ぐらい放置してたんですけど、ここから堆肥を入れたりとか、まあ徐々にね、畝上げたりとか、まあ畝はまだ上げないんですけど、そういったね、作業を徐々にしていきますんで、明日はね、明日ではない、来週です。月曜日から。月曜日からは、ハウスの中での、定植するハウスの中での作業の動画を撮ってきますんで、ぜひぜひご覧ください。あとはですね、この、引き続きなんですけど、親株からの切り離し作業というのもやってきますんで、まあ、その2つパターンをやっていこうかなと思います。で、あとはですね、2週間前ぐらいにあげた、耕作放棄地になりそうな、土地、農地を整地する動画、あげたと思うんですけど、そちらの方の作業はですね、ここの最近の雨で全然ちょっと進んでなくて、まあ、晴れてくれば、ちょっと重機入れたられたりするんで、ちょっとね、この様子を見ながらやっていこうかなと思いますんで、そちらもね、引き続きよろしくお願いいたします。ところです。で、今日やってる作業なんですけど、今日やってる作業はですね、これ2週間前に親株から切り離した香りのっていう品種です。香りの。これね、香りのはね、もともと三重県で作られた品種で桃の味がするって品種なんですけど、非常に甘くてね、僕、とちおとめの次ぐらいにこれ好きな品種です、個人的には。めちゃくちゃ美味しいですよ。この品種を今日は、なんでしょう。つい土？多分ね、正式な名前はつい土じゃないかもしれない。しかないじゃん。絶対そういう名前じゃないですね。じゃないんですけど、2週間ぐらい、切り離してから経ったんで、だいぶね、根っこも張りも良くなってきて、ちょっと見ていただくと分かる通り、この、ちょっとこう見せますね。こんな感じで、下までね、根っこがもう出てきちゃってるんですよ。で、これを、このままにしとくと、もう根っこがもう生えない状態になっちゃって、まあ、根っこもかわいそうだし、また2ヶ月後なんですよ、定植するのって。9月の10日前後ぐらいなんでね、吉村農園で定植するのは。で、それまで2ヶ月もこのままにしとくと、この苗が弱ってしまうんで、ここにね、ちょっとさっき入れちゃったんですけど、こう、鹿沼土を入れてあげる。こんな感じで、ポッと。ちょっと入れてあげると、また根っこが張れますね。あとは、ここのね、周りの土って、こう根っこってね、見るとね、この下の方には行くんで、ここの周りってあんまり出てないの。こういうのは多分、こっちには張らないと思うんで、こんな感じで。下のを下に入れてあげる、こう横のを土取って下に入れてあげるって感じで、追土をしています。追肥じゃないですよ、追土。これ正式名称はなんて言うんだろうね、追土、なんなんだろう、わかんない。なんか正式名称わかる方いたら教えてください。追土、なんかおかしいよね。追肥、なんか追肥する場合追肥って言うじゃないですか。こう置き型の追肥を入れる場合追肥みたいなね、言うじゃないですか。なんか土をプラスしている場合は土プラス？いや、絶対そんなこと言わない。追、土。いや、違うな。まあ、これは僕が勝手に作った言葉なんで、ちょっと気にしないでいただいて。でも、そういう作業をしています。はい。そんな作業をずっとしてます。前にもね、この動画はね、ちょっと上げたかなと思いますんで、まあ、詳しく解説というか、ちょっとお話はしないんですけど、今日はそういう作業をしながら、ちょっとお話をさせていただきました。ではね、まだまだちょっとやんなきゃならないんですけど、ちょっと やりながら、ちょっと今日はお話って形になりました。明日の動画はとりあえずね、お休みして、来週から、育苗ハウスの、この親株からの切り離し作業と、定植するハウスの作業をやってきますんで、ぜひぜひご覧ください。はい。あとはですね、もう一つお話しすることとしては、チャンネル登録者数が100人超えました。やっと3桁いきましたね。はい。2桁から3桁いくとやっぱ嬉しいですね。で、最近はね、コメント、視聴者さんからのコメントをね、いただけたりして、本当にちょっと嬉しい限りで、だいぶ最初の頃かな、だいぶ前にお話ししたんですけど、観光農園を、吉村農園はやってますんで、収穫時期、いちごの収穫時期っていうのは、本当にたくさんのお客さんがご来店いただいて、もう本当にお客さんと話せたりして、こう、モチベーションになるんですよ、僕ら。生産者
側っていうのは。ただね、この育苗時期っていう、このイチゴがなる前の時期っていうのはやっぱりね、一般消費者の方とか、がお客さんのがね、なかなかこう見れない時期、お客さんとこう接点がなくなる時期で、モチベーションがね下がる時期なんですよ、どうしても。でもそういった時にこの YouTube を通して、もういろんな方がね見ていただいて、いろんなコメントをちょっといただけると、まあ僕らとしてもね、生産者としてもなんか嬉しいなと思うし、まあこういったことをやってるんだよっていうのをちょっとでもね分かっていただけたら嬉しいなと思って上げてる動画がね、こうやっていろんな方に見ていただけるのは本当嬉しいことで、まあこれからもね、日曜日以外は上げてきますんでね、月火水木金土でね上げておこうというスタンスでちょっとやっていきますんで、ぜひぜひね、これからも、ご覧いただければと思います。